はい、皆さんおはようございます。寝起きのマイチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらのモンストのこの徳玉とモン玉を引きたいなと思ってます。まあこれまず受け取りましょう。はい、受け取って、はい、徳玉ガチャ、これね、夏の夜の精霊物語、これ引きましょう。まずまあこれであれですね、厄払い、毒抜き多分いいの出ないけどね、これちょっと今全然気合入ってなかったけど、どうでしょう。ん、あかんやつやね。はい、よし、毒抜き完了。こっからが本番です。こちらレベル4まで上げました。ラファエル狙って上げました。モン玉ガチャりましょう。はい、今日までですからね、引き忘れのないように。じゃあ行きましょう。ストライクショットお願いします。ラファエルさん来てください。攻撃力めっちゃ高い。あ、これどうなの。中元に歯を唱えろ、この層猛徳なり。これどうなんです、これ当たりですかわかんない。これ三国志のキャラでしょ。これ乱世の勧誘と呼ばれしゆえ知るがよい。あ、どうだろう、これ進化の方がいいのかな。層猛徳、なんかちょっと微妙な感じでしたけど。はい、以上寝起きのマイチャンネル前原でございました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ただ普段の挨拶しないとね、寝起きで頭回ってねえよ。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ。